吉田です。今回はメルカリ転売で中国輸入商材を仕入れて稼ぐ方法についてお伝えします。テレビ CM も放送されてますます知名度の上がったフリマアプリメルカリ、スマホから誰でも手軽に出品ができるということで、ヤフオクに比べると若い層の利用が多いメルカリですが、転売に使用する人も増えてきています。メルカリ転売で稼ぐときには国内の通販サイトから仕入れるのももちろんありですが、日本よりも安く購入ができる中国の通販サイトから仕入れるのがおすすめです。今回は中国から商品を仕入れてメルカリで転売する方法、おすすめの仕入れサイト、そして仕入れの際の注意点などについて解説しますので、最後までお付き合いください。メルカリ転売をする前に押さえておきたいポイントについて解説します。メルカリではそれほど難しくなく手軽に簡単に稼げるイメージがありますが、自己流の転売をして損失を出してしまい失敗しているという人が多くいます。不要品を処分するだけであれば特に知識は必要ありませんが、利益を考えるのであればきちんとやり方を知っておかないとうまくいきません。ただし大きく稼ごうとすると人を雇ったり組織化するといった必要がありますが、業者並みの仕入れや転売を繰り返すと規制をされてしまうため、メルカリはあくまでも数万円のお小遣いを稼ぐレベルと考えておくようにしてください。メルカリは個人売買用のフリマアプリです。スマホアプリの一つであるメルカリは個人売買用のフリーマーケットができるアプリで、フリーマーケットとして有名なヤフーオークションや楽天オークション、モバオクと並び多くの利用者がいます。スマホで手軽に出品落札ができることで注目されていましたが、2016年からはPC での出品や操作も可能となっています。当初はスマホのみの操作であったため大手の業者が参入しにくく、買い手市場とも言われていましたが、売り手や買い手、また運営が未熟な面も多く、トラブルも少なくありませんでした。さらにあくまでも個人売買が目的となっているフリーマーケットの場であるため、業者と認定されてしまうとアカウントが停止されてしまいます。大きく稼ごうとするとやはり業者として活動する必要があるため、メルカリは長期に稼ぐプラットフォームとしてはおすすめできません。ただしこれから商売を始めると考えていて、転売などのノウハウを身につけるため、また副業として始めるには最適な場所だと言えます。メルカリ転売で稼ぐには海外からの輸入が必須かどうか、中国輸入とメルカリを掛け合わせてメルカリで稼ぎたいというふうに考えた場合、いくつかのデメリットがあります。輸入の場合、日本に届けるまでの運送費用がかかりますし、輸入品では関税がかけられますので、商品の単価が安くてもトータルで経費がかかってしまいます。また大量に輸入をした場合は船便を利用すると納品まで2週間から1ヶ月かかることもあるため、必要な時に在庫が足らず、逆に在庫があるのに売れないといったことにもなりがちです。中国輸入を始めたばかりの時には多くの仕入れをせず、少しずつ仕入れてメルカリで状況を見ながら転売していくのが手堅い方法です。大量に仕入れて大きな利益を出したい場合はどうでしょう。中国輸入で大量に仕入れをして利益を出したいという場合はどうしたらいいのでしょうか。売れ行きが良い商品ならもっと仕入れを増やした方がもっと売れるかもしれないというふうに考えがちですが、一つの商品だけにこだわって大量に仕入れをするのはよほど経験があっても難しいので、やめておいた方が賢明です。むしろ多く仕入れたいのであれば仕入れる商品の種類を増やす方がおすすめです。メルカリ転売で稼げる商品を見つける方法とは、メルカリ転売をする際最も重要なのがおすすめ商品のリサーチをすることです。どう選べばいいのかわからない、そんなあなたにもおすすめの基本的なリサーチのやり方を詳しくご紹介いたします。 Amazon で価格が極端に下がっている商品を探す。メルカリで転売する商品を探す際、まず Amazon で価格が極端に下がっている商品を探しましょう。Amazon では仕入れ競争が激しく供給過多になってしまうことも多いため、値崩れが起きていることもあります。値崩れが起きている商品は売れ筋商品ということもありますので、その商品がメルカリでは売れているのかどうかということを調べてください。
ただし、とにかく値崩れしている商品を探すのではなく、自分が売りたいと思っているもの、またメルカリで売れ筋のジャンルのものに絞って探すのがおすすめです。メルカリでの売れ筋はレディース、エンタメ、ホビー、ベビー、キッズ商品となっています。メルカリで売れている商品を元に検索してください。メルカリで今何が売れているのかが分かればリサーチしやすくなります。この場合はメルカリで売りたい商品のキーワードを入れて売り切れにチェックを入れて検索します。そこで売り切れになっている商品を Amazon で探し、価格が下がっているものを探すようにします。メルカリでの価格や在庫状況が先に分かりますので、こちらの方法もおすすめです。メルカリの売れているセラーを参考にする。メルカリやアマゾンで転売に成功しているパワーセラーがどんな商品をどの方法で売っているのか、その方法をまずは真似してみましょう。セラーのアカウント情報ではどんな商品を仕入れて販売しているのかという情報の他にも、商品の案内の仕方や質問やクレームに対する対応、また基本的なプロフィールなど参考になる部分が多くあります。もちろんその情報を丸ごとコピーしたところで、あなたが同じようにパワーセラーになるわけではありませんし、逆に迷惑行為と受け止められてしまいかねませんので、あくまでも参考にします。売れているお店の売り方を自分なりの方法にしていくようなイメージです。どんな画像を使い、どんな商品説明をすればお客様が集まってくるのか、またはどんな商品を仕入れ販売しているのか、パワーセラーから学ぶことも大きなリサーチになります。中国のサイトから仕入れてメルカリで販売するには、メルカリで売れている商品をリサーチしたら、次はそれが海外で販売されているかどうか、こちらを確認します。中国輸入をして商品を仕入れる場合、当然のことですが、中国で販売されている商品でなければ仕入れることはできません。ヤフーやグーグルなどの検索で探すことも可能ですが、おすすめはタオバオやアリババの利用です。日本の楽天やアマゾンよりも豊富な品揃えがあり、手数料無料で利用できるなどメリットも多いので、中国輸入が初めてならこちらのショッピングサイトを活用してください。購入には現地での価格交渉が必要か、ネットなどのメルカリで売れている商品をネットなどで見つけたら、次に必要となるのは仕入れの依頼です。仕入れというとですね、現地に飛んで価格交渉をしないといけないといったイメージがありますが、それは必要ありません。中国に友人や知人が住んでいる、ごめんなさい、ちょっと誤字が多いですね、住んでいるのであれば、その人に頼むという方法もありますが、そういったつてがない場合は、買い付けを代行してくれる業者にネットで依頼するだけで全ての手続きを行ってくれます。中国の人だから中国語や英語ができないと無理なのではというふうに考えてしまうかもしれませんが、中国輸入をする日本人が増えていることもあり、日本語で対応してもらえますので心配はありません。商品代金以外の経費もしっかり事前に計算してください。個人輸入では商品の購入代金以外にも経費がかかります。輸入に関する経費だけでも、輸送にかかる費用、輸入するためにかかる費用、代行業者への依頼費用も必要です。そういった費用と商品の代金も含め、商品を販売する金額から仕入れにかかる費用を引いた利益額については事前に計算してから仕入れのやり取りをするようにしてください。メルカリに商品を登録する手順についてお伝えします。中国に仕入れ依頼をし、注文してから早ければ2週間ほどで中国から商品があなたの自宅に届きます。あとはその商品の画像を撮影してメルカリへの出品登録を準備します。メルカリへ出品する手順ですが、スマホアプリからの出品方法を紹介します。まずメルカリのアプリをスマホにインストールして、アプリを開いてホーム画面の右下にあるカメラマーク出品ボタンをクリックしてください。そして出品する商品の画像を撮影します。出品する商品の情報を項目に従って入力します。入力し終わったら出品するをタップしてください。メルカリへ出品したら、あとは売れるのを待ちます。こちらの一連の流れは他の動画でも解説 していますので、もしよろしければ他の動画探してご覧ください。
この後は上記のステップを繰り返していくことで個人輸入をしてメルカリで稼ぐことができるようになります。仕入れにおすすめの国内 EC サイトとは、メルカリで転売を始めようと考えているときにまず悩むのが仕入れ先をどうすればいいかということではないでしょうか。中国輸入も興味があるけれども代行業者とのやり取りもありますし、初めてメルカリでの転売を始めるにはちょっと敷居が高いというふうに感じてしまいます。そこでメルカリの転売におすすめなだけでなく今後の仕入れに役立つ個人にも使いやすいサイトを詳しくご紹介していきます。商品数が圧倒的に多いアマゾンは多くの商品を扱っており、海外からの出品者も多いのが特徴です。在庫処分などを従っている業者が値崩れした商品を安く販売していることも多いので、ノーブランドで検索するのがおすすめです。取扱い商品のカテゴリーは本や雑誌、音楽や映像、ゲーム、家電や AV 機器、パソコンやオフィス用品、キッチン用品やペット用品、食品やお酒、美容用品や薬、ベビー用品やおもちゃ、服やアクセサリー、スポーツウェアなど多岐にわたります。在庫処分に使われるため価格が安い9点販売者が在庫処分のために利用しているサイトで、レディースアパレルが格安で販売されています。主な販売者が中国や韓国で、価格的には安いというメリットがありますが、発送が海外からになるため、手元に届くまで時間がかかるといったデメリットもあります。手元に来る前に出品してしまい、在庫なしとなってしまうことのないよう、手元に商品が届いてから出品の手続きをするようにしてください。取扱い商品のカテゴリーは服だけでなくコスメ、スポーツ、モバイルなどのデジタル関係、それから生活用品や食品、ベビーグッズなどがあります。メルカリとはユーザー層が異なるヤフオク、アマゾンと同じく取扱い商品が多い、ヤフオクですが、ユーザーがメルカリと被っていないためヤフオクで格安で購入して、メルカリで高く売るといった売り方ができます。在庫処分品も多いのでメルカリで売れやすいレディースのアパレル関係を中心にリサーチしてみると良いでしょう。取扱い品目はファッションやインテリア、おもちゃやゲーム、家電やデジタルグッズなど多岐にわたりますが、タレントグッズやアニメグッズといった他ではあまり見かけない商品も多くあります。なぜ中国から仕入れるのがおすすめなのか。メルカリで転売を始める場合、アマゾンなどのショッピングサイトで仕入れたり、ヤフオクで購入した商品を転売していったりといった方法もありますが、中国輸入で仕入れればメリットも多くあります。中国でメルカリ転売をするとどのようなメリットがあるのかについて詳しくご紹介していきます。まずメルカリの知名度、こちらが非常に高いということがあります。サービス開始当初は認知度も低く、サービスも成熟していなかったメルカリですが、テレビ CM も盛んに流れるようになった今は認知度も高まってきています。スマホ片手に手軽に商品のやり取りができるという、手軽さ便利さに加えて、出品や配送についてもコンビニなどで簡単にできるという、使いやすく改善されていることもユーザーが集まっている大きな理由と言えます。人気があるゲームや携帯電話の売れる凄さは実際に売り手でなくても分かりますよね。メルカリが盛り上がっている今だからこそ、その時流に乗って転売を始めるチャンスでもあります。国内の EC サイトよりも安く購入することができる。ユーザーの立場に立って出品されている商品を見れば分かると思いますが、商品単価が5万円を超えるような商品を見かけることはまずありません。メルカリを利用している層は高校生や大学生などが多く、できるだけ安くて可愛くおしゃれな服が欲しい、安くて他の人が持っていないようなものが欲しいといった傾向もあるため、あまり高い価格のついた商品はまず見てもらえません。販売する際には経費なども含めた価格を考えないといけませんが、中国輸入なら商品自体の仕入れ価格を抑えることができるので販売価格も安くできます。アマゾンよりもメルカリの方が高値で転売されているということ。アマゾンでも中国輸入した商品が多く扱われていますが、価格を見てみるとメルカリの方が高値で転売されていることがわかります。これはアマゾンで転売をする事業者が多く、すぐに価格崩壊が起きてしまうためです。
メルカリでは個人でのやり取りが主なので、同じ商品を扱う人が競合することが少ないことも価格差につながっています。中国輸入した商品は元々の単価が安いので、メルカリでも購入しやすい価格設定ができますし、アマゾンのように価格崩壊が起きて、値下げの必要性を迫られることが少ないので、相性がいいと言ったわけです。メルカリ転売で中国から仕入れる場合のですね、注意点について解説します。関税、それから配送などの費用がかかる可能性がある。中国輸入を考えている場合、避けて通れない問題が関税と、それから配送にかかる費用です。日本では海外から輸入したものには関税がかかる決まりになっています。安い海外商品によって国内の業者や製造業者を守ることが目的となっていて、関税率は商品によって変わります。また大量の商品を仕入れればそれだけ輸送にかかる費用も多くなります。中国輸入の場合は船便が多く利用されますが、積み込む貨物の大きさや重量によって運送費用がかかりますので、いくら単価が安い商品を仕入れたとしても利益を上げるためには関税や配送料などの費用込みの価格をつけるか、もしくは大量に仕入れた商品を早く売り切るようにするしかありません。これらを考慮した価格と仕入れ量で利益がきちんと出るようにしていかなければ、いくら中国輸入の商材が安いからといっても継続していけないです。売れなかった場合に不良在庫になってしまう。中国輸入した商品を転売しているセラーはあなただけではありません。そのためメルカリで規制などが入った場合、様子を見るために出品をしばらく控える必要などが出てくると、在庫を抱えてしまう必要が可能性があります。うまく転売が回っていればいいんですが、一度ストップしてしまうと、その商品だけでなく追加で仕入れた商品や梱包材なども在庫として抱えてしまう可能性があります。メルカリでは無在庫販売は厳しく取り締まられています。できるだけ不良在庫を抱えるリスクを減らしたいということから、無在庫転売を行っている人も多かったのですが、メルカリではこれが厳しく禁止されています。無在庫転売とは、メルカリに出品して注文を受けてからネット通販で商品を購入し、そのまま注文者に送る方法です。そのためメルカリで注文したのになぜかアマゾンから荷物が来たという不思議な現象が起こります。一般に転売では手元に商品の在庫を抱えたままで販売するため、商品が売れないと在庫を抱えたまま赤字になってしまうというリスクがあります。そのため無在庫転売をする人が増えたのですが、メルカリでは手元にない商品の出品は禁止としています。規約違反が明らかになるとアカウントの停止や退会、さらに利益没収といったペナルティが課されます。また繰り返していると業務妨害とみなされ通報されてしまう可能性もあります。規制はさらに厳しくなる可能性がありますので注意が必要です。まとめです。メルカリ転売で確実に稼ぎたい場合は、メルカリで完結する転売が一番おすすめです。メルカリで商品を仕入れ、アマゾンで転売するといった方法もありますが、競争が厳しく、初心者向けではないという形ですので、アマゾンはリサーチに使い、メルカリでうまく価格をつけて転売していく方が堅実です。ということでチャンネル登録お願いします。